ととのドリーム TV 目指せ2億長者第514回のことなんですが、一等およそ1億6000万円が一口と波乱の展開となりました。今回も高額当選を狙ってこの流れに乗ってがっちり当てていきましょう。それでは早速第516回の予想のポイントを紹介していきます。まずは川崎対柏の一戦から。前節川崎はアウェイで浦和と対戦して0対2で敗れました。それでも直近10試合は5勝3分け2敗と調子自体は悪くありません。選手ではジュニーニョ選手が柏戦通算8得点の活躍を見せています。対する柏なんですが、前節は広島にレアンドロ・ドミンゲス選手と北島選手の得点で鮮やかな逆転勝ち、2連勝と調子を取り戻しているところです。なお今節からドイツ移籍が伝えられていた大津選手が復帰予定です。続いて栃木対鳥栖のポイントを紹介していきます。ホームの栃木は現在8試合負けなしと好調です。6月29日の対戦では本橋選手とパウリーニョ選手のゴールで2対1の勝利。対する鳥栖は前節富山に0対1の敗戦、直近3試合で勝利がありません。過去対戦成績は3勝1分け1敗と鳥栖がリード。昨シーズンは豊田選手がホームアウェイともに得点を決めています。続いて山形対名古屋の一戦です。ホームの山形は前節横浜 F マリノスに1対2の敗戦、直近5試合で1分け4敗とチーム状態はいいとは言えないようです。しかも過去の名古屋戦では4戦未勝利と相性の悪さも少し気になるところです。対する名古屋なんですが、前節はホームで鹿島と対戦、ケネディ選手とブルザノビッチ選手のゴールで逆転勝利。この勝利によりリーグ戦では10戦無敗と絶好調です。さて残りの4試合で気になるカードは徳島対東京ヴェルディの一戦です。ホームの徳島は前節草津相手に3対0で快勝、4連勝を飾っています。しかもその4試合は10得点無失点と攻守ともに状態は良さそうです。対する東京ヴェルディも前節は岐阜に3対0で快勝、こちらも5連勝中とチーム状態は上向きです。この試合の通算成績は8勝3分け2敗で東京ヴェルディがリード。徳島ホームの直近5試合では東京ヴェルディの4勝1分けとなっています。続いては今週も J 日和です。今週はジュビロ磐田からマッチデイイベントのお知らせです。ジュビロ磐田では7月17日日曜日にエコパスタジアムで行われる J1 第5節対浦和レッズ戦で様々なイベントを開催します。このイベントでは本菓子や綿菓子が限定でプレゼントされるジュビロ磐田縁日のほか、富士サファリパークの協力のもとジュビロミニ動物園が開園、乗馬体験もできるそうです。これ以外にも趣向を凝らした企画が予定されているので、試合当日はぜひエコパスタジアムに足を運んでみてください。以上今週も J 日和でした。次はチャレンジトトワングランプリのコーナーです。第516回の私の予想こんな感じになってます。注目の試合は清水対新潟。清水はここ4試合負けがなく好調です。新潟も前節は鹿島に勝利しています。この試合は白熱した試合で、引き分けでは終わらないんじゃないかと、そういったところも期待して、1と2の予想にしてみました。以上チャレンジトトワングランプリでした。ヨーコの大荒れ注意報。最後はおなじみのこのコーナー、ヨーコの大荒れ注意報です。今週の大荒れ注意報は磐田対浦和の一戦を選んでみました。この試合はホームの磐田の勝利に支持率が集まっているんですが、私はアウェイの浦和が勝ち点を獲得すると考えています。そう考える理由とは、直近5試合負けなしと調子を上げているということです。前節浦和はホームで川崎と対戦し、原口選手と永田選手のゴールで快勝。この勝利によりここ5試合では2勝3分けと負けなしです。
一時のスランプを脱し、徐々に調子を上げてきています。今節も浦和らしいアグレッシブな戦いに期待しましょう。そして大荒れ注意報もう一つの理由は、新戦力のデスポトビッチ選手加入で得点力がアップということです。浦和の新たな得点源として新加入したデスポトビッチ選手は、セルビア代表経験を持つ大型ストライカーです。昨シーズンはスペインリーグ2部のジローナに所属し、34試合で18点をマークしているので期待していいでしょう。というわけで、この試合はぜひ0や2をマークしてください。以上、ヨーコの大荒れ注意報でした。第516回のトト販売締め切りは7月16日の土曜日です。第516回の詳細データなどに関してはウェブやモバイルでご確認ください。それではまた来週、さようなら。